皆さんおはようございます。ティンダーの脈ボーイキングトです。キングトのピン以外ラウンド1スペシャルで本橋由美戦、本橋由美ビンゴスペシャルチャレンジに出場します。はい、イン出張スペシャルインラウンド1ドリスタジアム秋田です。はい、ファンの皆さん応援のほどお願いします。正直緊張しております。本橋由美さん初顔合わせです。ハイ耳でのライブで呼ばれた経験あるが、試合で面と会うのは 初顔です。オンラインのトーク楽しみです。はい、というわけで間もなく試合が始まりまーティン。はい、楽しみでございます。はい、さあ間もなくビンゴチャレンジ。本橋由美さんがビンゴ難しいと思うので、ここは果敢に攻めていくしかありません。参加者全員にスペシャルの限定のトレーディングカード手に入ります。この時点でタイトル獲得です。そして各抽選ごと協賛グッズ、各仕事ごと A は確かボールですね、アクリル基板キーホルダーどっちか2個しか当てない。そしてビンゴ達成したかった、した場合、入った場合缶バッジがプレゼントでスペシャル限定。まあ10位以内に入らないと勝てません。これは、はい、それか1枚入るのは楽しみです。はい、いよいよ本橋由美さんとの勝負、はい、勝ちます。応援お願いします。応援お願いします。
2ゲーム目ノーミスです。なんとハンデ込みでした。ノーミスで自己最高258を出しました。ハンデおかげです。本橋由美に、はい、勝ちました。1ゲーム金星獲得です。あとはトータルいけるかどうか。序盤はちょっと出遅れたけども取り返した。ラスト頑張ります。トータルで金星もぎ取りました。はい、いやー本当に最後181日合計631、今のところ5位ですが上位1桁の可能性。今からマッチングいたします。今から始まりますのでお楽しみ。オンライントーク成功でございます。本橋由美ぽんにトータルで金星勝ててよかったです。これで金星は、通算だと1ゲーム以上の金星含めると何個か分かりませんが、なんとトータルの金星は読谷さん、山田由紀さんに続いて3人目です。はい、ありがとうございます。表彰式でございます。緊張します。はい、改めて本橋由美プロにトータルで大金星もぎ取りました。なんと点差100点差以上、大勝です。まさに圧巻です。私、はい、まあファンのおかげです。はい、表彰式、いよいよ表彰式の抽選です。抽選の方ですね、当たればいいです。なお将棋者賞と参加賞はもらってます。1の位の、はい、数字を引いていただきます。1の位は1か。皆さん26、29 では1の位、皆さんいきますよ。お願いします。じゅん9ってか。あら、見せていいですか。どうぞ。1です。ミラクル9投げません。 DS さんの協賛ボール、もし当たったらすごいです。私こちら4種類から選択ということなので、ミラクル9お願いします。お近くのスタッフにボールが当たったよっていうことを伝えいただいて、ミラクル9起きてほしいです。1の位がどれなのか、はい、上に行きます。9だと思う。また1位、ま、残念外れましたけども、ダブルビンゴですね。はい、ダブルビンゴ達成して私9位なのでビンゴ賞獲得。これでビンゴ賞、将棋者賞、特別賞ということで、参加賞ということで三冠王達成です。ファンのおかげです。ありがとうございます。間違えました。ビンゴの結果は2シフトということで、2位まででした。私残念ながらビンゴ賞獲得ならずです。大変すいませんでした。お会いできたらと思います。私も間違えました。これで2冠獲得です。参加賞と将棋者賞の2冠です。はい、